ソウル集団万引き生徒29人に無期定額以上の処分監督は懲戒解雇本条第一高校産経新聞4月24日各区近19時54分配信ソウルの大型ショッピングモールで3月埼玉県の私立高校のサッカー部員が集団万引きした事件で学校側が24日会見し 万引きした生徒29人について今後、無期定額以上の処分を行い、引率したサッカー部監督の教諭、48を同時続けで懲戒解雇したことを明らかにした。会見したのは、同県本庄市の本庄第一高校。吉田秀也校長らによると、万引きした生徒は当初22人としたが、 調査の結果、29人だったことが判明。盗品は、計78点、約30万円相当だった。29人は、現在も自宅謹慎中で、本人の意向も確認しながら処分を決める。監督の懲戒解雇は、3月27日に22人の万引きが発覚後、 他にも前引きした生徒がいたことを知ったにもかかわらず、学校側に報告しなかったことが理由。もう一人の引率教諭、カッコ、32についても、監督の虚偽報告を知りながら、報告しなかったとして、停職1ヶ月の処分とした。サッカー部は、関東大会兼予選などを出場辞退しており、今後については、 高体サッカー専門部などと相談して決める。また、今後、外部の有識者を加えた再発防止委員会を設置し、改善に取り組むとしている。